最前線での戦闘を有利に運ぶためには正確な敵情を探る必要がある陸上自衛隊の各偵察隊にはフットワークを重視した偵察用オートバイや警設乗車スノーモービルなどが配備されているが時には敵と遭遇する可能性の高い任務も発生するオートバイにはない火力や走行防御力を持つ87式偵察警戒車の出番となる 部隊では 87RCV と呼ばれることが多く、ブラックアイの愛称も持つ。支部装として、砲塔にスイスウェリコン車製の2 5ミリ機関砲を装備。乗車定員は5人で、車長、砲手、操縦手のほか、前方偵察員、後方偵察員を乗せ、全周囲を警戒できる。陸幹部は、あくまで偵察が目的だが、 軽易な戦闘も可能な能力を持つと説明する。機動性も重視した。走行車なので、車体重量は15トンと重いが、6つのコンバットタイヤを採用することで、路上では時速100キロの速度を出せる。タイヤを採用した走和式車両は、戦車のような早期無限軌道式に比べて、未舗装路面での走行性能では劣るが、偵察車に、 不可欠な静粛性を確保できるというメリットもある。整備も容易で、導入コストも安く済む。偵察警戒車は、通常の偵察に加え、イルク偵察と呼ばれる任務で、主力の役割を果たす。イルク偵察とは、敵の戦力や装備を把握するため、実際に敵と交戦したり、敵が潜んでいそうなエリアに射撃を加えたりする軍事作戦を指す。 敵の撃破よりも素早く撤退して情報を持ち帰ることが優先されるため一定の火力と走行機動力を持つ偵察警戒車が威力を発揮するのだ87式とあるように陸地に導入されたのは1987昭和62年小松が開発しこれまで100両以上が調達されている全長約5 9 9ル。 面幅2 4 8メートル、全高2 8メートル。行動距離は約5 0 0キロ。価格は1両あたり約2億円とされる。陸自は創設当初、米軍から M8 装甲車と M20 装甲車の供与を受けていたが、収益期間は短かった。M8、M20 ともに、相和式で。 道路整備が進んでいなかった当時の日本の事情には合わなかったためだ。その後、経済発展により道路網が整備されると、昭和式車両への不安要素が取り除かれ、偵察警戒車が採用された。テロ対応をはじめとする非対称戦でも有効な装備といえるが、導入から30年近くが経過していることもあり、 最新鋭の装甲車からすると見劣りする部分も出ている特に手法の2 5ミリ機関砲については偵察車としても不十分とされより強力な装備に更新するべきだとの声も上がっている。